はいどうもこんばんは、マッキーです。今回はですね、はい、皆さん冒頭の方でね、ちょこっとだけ見てもらいましたね。はい、あれはですね、ボディーパーカッションっていうね、まあよくなんかボディーパーカッションって言ったら、まあこういうのがボディーパーカッションで出されるんですけど、さっきのも何も楽器使わずに体だけでパーカッション、打楽器をやったっていうことでボディーパーカッションっていう部類に入るんですよ。はい、ということでね、今のボディーパーカッション皆さん見てわかりましたか？最初にやりましたクラップ、まあ普通に拍手ですよ。手と手を合わせて叩く。二つ目の音、まあこの指パッチン、なる人とならない人いますけど、まあ練習すればなります。自分も昔なりませんでした。で3つ目、胸元叩いてなんか弾くよと。この3つしか自分叩いてません。この3つだけでドラムっていうような感じの音がね、出せるんですよ。ということでね、今から少しだけね教えたいと思いますので、皆さんもぜひやってみてください。え、まずまあ指パッチンですよ。まあこれがハイハット、ツッ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 、シンバルとシンバル合わせてるやつね。で手で打つやつがスネア、ツッパッツッツッパッの部分に入ります。で胸の部分がもちろんバスドラム、バスドラの部分でございます。この3つを使ってボイスパーカッションとかドラムとかと全く一緒でございます。ポン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 っていうような形になっております。まあね、自分がねちょこっとこういうのができるからね、今回ちょっと皆さんに教えたいなと思って動画を撮りました。うわー、ボツになりそうだな。何も面白いことないもん。まあでもさ、たまにはこういうさ、ネタ動画じゃないこういう動画もいいんじゃないかな。ということでね、皆さんもぜひやってみてください。まあまずはね、ポンツーポンツーポンツー、これをねゆっくり皆さんね、自分の動画見ながらやってみてください、みんなと。そしたら学校でみんなできるようになります。まああとはこっちをダブル叩くとか、右右左右タタとタ、これを途中に入れるとか。はい、ということでね、皆さんもこうやっていろいろバリエーションを考えてぜひやってみてください。まあまたね、何か機会があればなんか曲に合わせてボディーパーカッションとかねやってみたいと思います。ということで今回のね動画はここまで。それでは次の動画で会いましょう。じゃあね。昨日の動画がこちら、そしてチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今の時間が12時22分だからね、夜だからどんどんできない。